で、今日は自宅でできる二の腕の引き締めトレーニングやっていきたいと思います。で、これはね、ベンチ台あればいけるし、椅子でも、他の台でも全然代用できます。で、指の置く位置なんですけど、しっかり重さが手首の上に来る感じ。手のひらにやっちゃうと結構ね、無理な角度になっちゃうんで、しっかり手の、付け根ぐらいで重さを支えるようにしてください。で、意識としたら、お尻を真下に落とすイメージ。で、手の幅はしっかり後ろに。できたら脇を締めた方が負荷は強くなります。で、次に膝曲げて全然、余裕だよという方は、膝を伸ばしたら強度が高まるんで、よかったらやってみてください。で、さらに二の腕を効かしたいって場合は、脇を少し締めるとより効きます。で、次に間違えやすいフォームやり方について説明していきます。上体がね、ちょっと上向いちゃってるの分かります？こうすることで重力のバランスが崩れて負荷が関節に行ったりするんで、すごい危険です。で、次2つ目、それは肘を曲げすぎること。こうすることで三頭筋、二の腕の負荷は強くなるんですけど、肘が90度以上曲がることによって、肩への負担がどんどん強くなって、肩を壊します。肩ってね、意外とすごい繊細で、すぐ痛めやすいし、壊れやすいんで、気をつけながらやってくださいね。最後に見ていただいているのは、正しいフォームのやり方です。お尻を真下に下ろして、脇はなるべく締める。これめちゃくちゃおすすめです。で、最後まで見てもらってありがとうございます。これって見た感じすごい楽そうにできるけど、結構ねやり方間違えると怪我したりとか、まあ、強度がそもそもこれ結構高いんで、やり方、気をつけながらやってみてください。